静かだぞ。いつもとまるで違う。まさかまたこの掛け合いか。トーマー、トーマー、おーい、出てこいよ。もう分かってんだぞ。おい、何も返事がない。トーマのやつどこ行ったんだ。あれ、いつもはおとなしいはずの太郎丸が今日はやけに騒がしいな。お二方、トーマは見かけなかったでしょうか。え、トーマはお前と一緒にいるのかと思ってたぞ。何かあったのか。まずいですね。ここに来る途中、トーマが天領奉行の者に捕まったと聞きました。その情報が正しいものか確認できず、急いでここへ来たのですが、トーマが約束の時間に現れていないことを考えると、噂は本当だったのかもしれません。将軍様は千住百目神像の前で百個目の神の目のめがり儀式を行うつもりです。そしてその百個目の神の目の持ち主、つまり公の前で目を駆られる対象となるのは、おそらくトーマです。もしかしてトーマが言ってた天領奉行が準備してる儀式って、あいつのために準備されためがり儀式だったのか。おそらくそうでしょう。将軍様と天領奉行の者は百個目の神の目のめがり儀式を行い、めがり霊の段階的成果を証明したいのでしょう。いけません、早く助けに向かわなければ。そうだぞ、お前が直接言ったらシャブ行がライデン将軍の敵になっちまうだろ。公の前でライデン将軍に抗えばシャブ行にいる普通の人も巻き添えになる。それも仕方のないことです。儀式がもう始まります。時間はありません。トーマをこのまま見捨てるわけには。彼は私の友人なのです。少し前までは皆さん一緒にいたのに。しかし、はい、あなた方のご無事を祈っています。安心しろ、彩香。友達の命に関わることだ。オイラたちは絶対に失敗しない。お気をつけて。本の方が面白かったわい。目がなくとも元素力を扱える。
あなたは例外。例外、それは永遠の敵。心臓へとはめ込みましょう。あなたは私が自ら見極めなければなりません。やっ、あなたは永遠の礎にしてあげましょう。遅い。ちょやっ、来航、永遠の土を減らす。やっはっとっふっ、遅い。落ちて、遅い。あなたは本気で退治すべき敵です。遅い。光線。ちょ。やっ。光線。よっ。落ちて、震えよ。ちょっと、光線。ちょっ、落ちて。遅い。落ちて。遅い。あなたを永遠の礎にしてあげましょう。光線。隠れる術はありません。遅い。万雷をもって葬り去りましょう。やっ。
して。不正な要素は取り除く必要がある。やっ！塵となれ！落ちて！ライデンの意向に立ち向かえるとは称賛に値します。彼女をメガリレーの対象へ。次は必ずや人たちよ。忘れたのか？俺にとって木漏れ茶屋はこの辺りで最も安全な場所なんだ。だけどもう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐにお尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちをかくまってくれる勢力はそういない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確かサンゴノミアによって設立された反メガリレーの組織だろ。そうだ、渡積島の荒人神の巫女サンゴノミアココミによって組織された。今はその部下の五郎によって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々シャブ業は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行く途中でそれを探る必要がある。その間幕府軍の領地も超えることになるだろうから気をつけてほしい。安心してくれ、隠れるのは得意なんだ。そうやすやすと見つからないさ。これ以上グズグズしてると天領奉行の人が追いついてくる。オイラたちも早く出発しよう。本当にまずいな。